ニュージーランド総督はニュージーランド王国の総督。ニュージーランドの1986年憲法法では第2条において総督はニュージーランドの国家元首であるニュージーランド国王によって任命され、その代理を務めるとある。このため事実上の国家元首としても扱われる。1841年にウィリアム・ホブソンが副総督として任命されたことが始まりである。 1917年以降は現在の職名を採用している。ニュージーランドの首相に指名され、ニュージーランド国王に任命された人物が総督に就任する。総督任期は明文化されておらず、官例法で最低5年とされている。過去には5年を超える任期を務めた総督も存在するが、通例5年で任期満了を迎える。ニュージーランド総督には、 立憲君主としての職務、裁礼、儀礼の職務、地域社会への職務がある。また、乳への総督も兼任しているが、クック諸島においては、女王名代がその職務を行う。ニュージーランド国王の代理人として、議会や首相に対しての権限を有し、裁礼、儀礼上の職務として、公式行事、式典出席、海外からの来賓との接見、海外訪問などを行う。 地域社会への職務として学校訪問ニュージーランド国内でも要される年間約400のスポーツ、芸術、文化行事への出席がある総督専用公用車公務での使用時には総督紋章をナンバープレートとして使用する立憲君主制のニュージーランドでは議会が立法権を持ち首相と内閣府が実質的な行政権を持つため ニュージーランド国王またはニュージーランド総督が政治に直接関与することはできない。ニュージーランドの首相はニュージーランド総督を解任できる解任請求権を持つ。ニュージーランド国王はニュージーランド首相の解任請求権によりニュージーランド総督の解任手続きを取ることができるがニュージーランド総督が解任された実例は存在しない。 総督の住まいであるウェリントンの政府総督皇帝総督の住まいはウェリントンニュータウン地区に所在する政府総督皇帝へ。旧首都にしてニュージーランド最大都市のオークランドにも皇帝を持ちニュージーランド国王訪問時には宿舎として使用される。参考文献。ありがとうございます。